あなたの持つ力、木だったのね。大地に生命の息吹を与える、風を操る力。この力に気づき、船を使った作戦を考えた。川を遡り大量の兵隊を移動させる。これが孫策の勢力拡大に寄与したのだ。お見事ね。ともすれば、自分たちの進みを妨げる暴風になりかねない力をそのように御するなんて。でもそれは私の力なの。ここまで兵隊が運べたんだもの、もう返してくれてもいいでしょう。酵素はこの奥、高架にいる。頼む、そこまでは使わせてくれ。今の俺たちにはこの力が必要なんだ。あなたの気持ち、わからなくもない。報告、青菜山に立てこもっていた龍君が酵素に援軍を求めました。来たか、孫策。援軍到着前に龍君を撃とう。持久戦となれば遠征軍の我らが辛くなる。奇戦を制し、万全の体制で酵素に当たるのだ。ああ、わかったぜ、周囲。みんな、青菜山を一気に落とすぜ。私を追い込んだつもりだろうが、見つめられたのはお前たちよ。全軍出撃、兵器で奴らを駆逐せ。ここまで逃げてきたのは兵器があるからか。だけどひるむんじゃねえぜ。高祖からの援軍が来る前に奴を倒すんだ。ここは敵の要塞、兵器の配置が巧妙だ。武用陣に進めば被害を受けるだけだろう。さてどうするべきか。
敵を追い詰めたとの報を聞いてまいりました。敵もいよいよ必死だな。さっさと山頂を制圧しねえとこっちを持たねえ。みんな一気に行くぜ。 さすがに敵の本拠、兵器が多い。どこか一点を攻め止めたところで効果は薄いであろう。どう対処するか。
ここからが本番よ。 参るぞ。 この辺りの地形が知りたい。風がたまる行き止まりはどこかにないか。この辺りだと南東が行き止まりね。でも頂上への道とは逆側よ。どうするつもり？
頂上へ向かって進軍を続けるぜ。お前の方は好きなようにやってくれ。精細山に吹く風はここへ全て集う。それを火の力を使い一気に解放する。荒れ狂う暴風で兵器の向きを変えるのだ。こいつを狙ってたのか。おかげで敵の兵器が全部使えなくなったぜ。
今の風は兵器の向きが全部変わってしまったではないか。なぜあんな暴風が急に。今より参戦する。敵の脇腹をつけ。Xiaoqiao、君の一言が策を思いつかせてくれた。ありがとう。心から感謝している。おかげ。私の？何か言ったかな。でも、周囲様の役に立てたなら。
き魂。の勝ちだ。ついにここまで来たぜ。コウソは親父の仇絶対に取ってやるからな。シュウユ様、報告が入りました。曹操が北進を開始。関東において炎将軍と交戦中とのこと。中元が動くか。それにしても盛急だな。曹操は徐州の劉備を討ち、皇庫の憂いを立ったばかり。戦力は炎章に劣るはずだが。周瑜殿、今劉備殿が曹操殿に敗れたと申されましたが、その後劉備殿はどうなされたのです？ああ、劉備はその後徐州を追われて河北へ落ち延び、炎章のもとへ行ったようだ。炎章殿、ひとまずお命は無事か。しかしその御身が心配だ。孫策殿には申し訳ないが、中原へと向かおう。どうしてもその力は返してもらえない。俺はどうあっても親父の仇酵素を打ちたい。それまではこいつを使いたいんだ。頼む、酵素を打ったら必ずお前に返す。それまでは俺にこいつを貸しといてくれ。仕方がないわね。それがあなたの志なんでしょ。必ず返しに来てよ。約束だから。私にも少しずつだけど分かってきた気がする。人間にとっていかに志というものが大きなものなのかが。だから今力を諦め、趙雲たちと共に北へ向かっている。目指す中原では曹操が炎章と対立、決戦が行われようとしていた。孫策たちの話では、可否で別れた劉備、彼がそこにいるという。あの後結局曹操と袂を分かち、対立したものの敗北、失意のまま炎章の客商になったということだけれど、向かう道中趙雲はずっと彼やその義兄弟の心配をしていた。劉備こそ自らが命を懸けて尽くす主と決めているからと。しかし実際に再会すると、状況は思っていたよりも深刻だった。劉
殿、ご無事で。徐州を早々に吸収され、こちらへ落ち延びたという話を聞き、急ぎ駆けつけました。おお、趙雲、来てくれたのか。関羽殿の姿が見当たりませぬが、今どちらに。雲長は分からぬ。我らを逃がすためおとりとなってくれた後、消息がつかめんのだ。けっ、早々へ寝返ったのに決まってる。俺は徐州で見たぜ、長領とかいうやつと話し込んでいる兄者、いや関羽の野郎。やめろ、よくとく、やめてくれ。まさか、そんな、あの関羽殿に限って寝返るなんて。取り込み中のところ悪いけど、こちらに来たということは敵は曹操よね。曹操は水と土二つを持っている。普通に戦っても勝てる見込みは薄いわ。そうであったな、いかにしてあの力に対抗するか。